はい、こんにちは。てっちゃんジャーナリスト、いつもご視聴ありがとうございます。今日は水原一平さん、大谷翔平さんの通訳だったね。大谷翔平、水原一平さんと連絡が取れないという状況が続いていて、で一躍ね、もう世界で一番有名な通訳って言われてた方がね、ちょっと黒歴史になりましたね。でね、続々とね、いろんなことが出てきて、まずはね、そのカリフォルニア大学を出ていたということが学歴詐称じゃないかというようなね、複数のね、そのメディアが学校側に確認したら、卒業した形跡はないということがあったと。で、あとね、レッドロックスに行ってた岡島秀樹さんのね、通訳を務めたことがあるなんていうことが言われてましたけど、これもね、岡島さんの通訳をした、ことはなかったということが言われています。で、もともとね、この、一平さんはね、北海道からね、まあ、子供の時にね、まあ、アメリカに移住をしてね、で、板前っていうかね、料理人だったお父さんのとこで、を手伝ってたと、もともとね、バイトかなんかしながら手伝ってて、で、カジノのディーラーの学校に行ったとかね。まあ、とにかくね、ちょっとね、これで2012年かな、の、日本ハムの通訳の応募で募集して受かったという、まあ、そういう内容なんですよ。でね、結構ね、この、今までの経歴、表立ってる経歴にね、どうもね、ちょっと不審な点があることがいっぱい出てきたのと、でね、一平さんがね、どうもね、なんていうかな、副業をね、ちょっと怪しげな副業を何個してたんじゃないかっていう疑惑まで出てきてるんですよ。で、なんかね、こんだけボロ出てくるとね、ちょっとね、大谷さんがかわいそうだなっていう気もするし、一番ね、僕ね、かわいそうなのは、大谷さんもそれはそうなんだけど、被害になってんだけど、大きな。奥さん、去年結婚した奥さんがね、インスタでね、大谷さんと大谷さんの奥さんと写ってる時に、水原一平さんとその奥さんらしき人が写ってたんですよ。で、奥さんの顔がね、もうはっきりともう出てること、これがね、ちょっとね、気の毒だなぁと。でね、なんか考えるとね、日本ハムに入って、で、通訳をしてるときに、まあ、今の奥さんと出会ったと言われていてね、で、結局、水原さんの、ファイターズに入るまでのね、経歴がね、どうもね、なんか、わかんない。だから、今の奥さんに話してる内容もね、どうなのかっていうのが、ちょっとクエスチョンマークなんですよ。でね、やっぱり僕はね、やっぱりギャンブラーはギャンブラーだなと。で、なんかね、やっぱり広報のね、役目もしてたんですよ、大谷さんの。で、大谷さんの広報の役目もしてたんですけど、そのね、なかなかね、このきちっとした対応してくれなかったみたいなね、その依頼をしてね、その有無の返事もなかなか来なかったとかね、まあそういう、まあ忙しかったかどうかわかりません。まあそういったことまで言われてきてね、ちょっとね、抜けてたところがあったというようなことまで今言われてますね。もうどんどん出てきてますね。だから有名でね、もてはやされた時にはみんな言わないの一緒になって言って、褒めたたえてたのがね、まあこうなってくるとみんなが叩き始めたみたいなとこあってね、まあ、やったことがやったことなのでね、まあ、ある意味仕方ないという、あれはあるんですけど、でね、この日本ハム時代とかね、以前はね、給料がね、やっぱり1000万ちょっとしかなくてね、この、なんていうの、通訳をやってても将来がないとかね、愚痴っていたとかね、まあ、将来がないというかね、日本ハムの通訳の募集の時に行ったわけでしょ。つまり今まで、お父さん手伝うアルバイトみたいな仕事から、日本ハム行って通訳で雇われて1000何百万でも、収入を得ることができたので、人間ってよく、あれですよね、特にギャンブルする人はね、
いくらもらっても少ないんですよ。で、いくらもらっても足りないの。うん。で、中にはね、大谷さんが、まあ、10年契約でしょ。で、10年間、の水原さんが、もしね、通訳を務めた時に、10年間の年収がね、6億とか7億になるんじゃないかって言われてたんですよ。だから、もしかしたら、そのね、水原一平さんは、自分がね、これから10年間、まあ、いわばもらうであろうと思ってた、年収をね、ギャンブルに溶かしたじゃないかっていう、まあ、そんなことまで言われてますね。まあ、事実かどうかわかりませんがね。まあ、とにかくね、まあ、居場所がわかんないっていうかね、まあ、居場所がわかんないったってね、パスポートじゃないと海外はあれできないので、あとね、問題はね、国際的な犯罪組織としてね、今回の件でね、捜査が入るんじゃないかと。そうするとね、国際的なそういう大きな事件の、に関与していたということでね、水原一平さんね、ちょっとね、世界どこ行こうが、全部もう居場所はね、当局は、まあ、把握しているということになるんでしょう、おそらく。で、最終的にね、どういうふうな、まあ、結末を迎えるか分かりませんがね、一つね、ちょっとまだ分かんないことはね、大谷さんがね、被害届を出してるのか出してないのかが分かんないんですよ。で、出してるんじゃないかっていうのがあって、ただ、受理されてる形跡がない。で、どうもこれね、大谷さんのことだからね、被害届出さないんじゃないかなっていう気はするんです。で、被害届を仮に出さなくても、違法賭博に関与してた事実は、これは消えないんですよ。ただ、窃盗という意味でね、お金を取られたということの被害届を出さなければ、その窃盗の部分の罪はね、軽減されるかもしれない。ちょっとそこはわかりませんけど、もうどうしてもね、この違法賭博、それとあと大谷さんのお金を窃盗。あとね、やっぱり、余罪がね、こう、出てくるんじゃないかっていうね、ちょっと心配ではありますけどね、ちょっとね、簡単な罪では終わらないような気がね、しますね。奥さんを連れてね、いろいろ、あれしてんだったら奥さんちょっとかわいそう。それとね、奥さんの、両親、家族ね、親戚、ちょっと気の毒な気がします。